信仰の居城だった稲葉地上氏、信仰の菩提寺である領運寺、織田信光は戦国時代の武将、津田武前主信仰とも、織田信長の子、信秀の弟、通称は孫三郎、愛知県西部にあたる尾張国の稲葉地上及び森山城主、織田信長の叔父にあたる。永昭十三年、尾張国の織田団状中華の当主、織田信長の子として誕生。 若年より、武略に優れ、兄、信秀に従って小津坂の戦いに出陣し武功を挙げ、保安信長記などによれば小豆坂七本槍の一人として名を馳せた。天文四年、巨城の森山城を松平清康に攻められるが、清康が重臣の安倍正とよに、空竹割りに凌弾されたことにより松平勢は、撤収した。信秀の死後は、 家徳を継いだ老いの織田信長を支持し、開やの戦い、村木砦の戦いなどで活躍した。老い、信長の有力親族として、信仰の領地は十万国に達していたという。信長後期によると、信長と敵対する、織田山と守るや、当主、織田信友の重臣、堺大善の誘いに応じるふりをし、天文24年4月19日に、清洲城に入城。 翌20日、信友を暴殺して、清洲城を奪い、大前は今川義元の下に逃れた。信仰は信長に清洲城を渡すと、自身は信長より譲られた名古屋城に入ったが、工事元年11月26日に、不慮の死を遂げた。保安信長記によると、近親で北の方と通じていた、井孫八郎により殺害されたという。 墓所は愛知県名古屋市中村区の両運寺。改名は両運寺戸の前、豊州大主対応両光古寺。なお、後世の知史で1844年間の、尾張氏市では改名を両運寺戸の安氏大将両禅城門とし、両光古寺は誤りとするが、その尾張氏市では信仰の没年を天文5年10月28日としており、 今日言われる没年と大きく異なっている、織田信光、信成信正千千千正信三つのリーン、ありがとうございます。